なり興奮しているようだな。どうしよう、このままじゃ。あらあら、大騒ぎね。ちょっと近づいたら危ないって。あの人、空を飛んでる。まさか。心配するな、彼女は味方だ。味方って、あの人幽霊じゃん。お前たちを脅かすのに協力してもらったのか。ダメよ、こんなことしたら。気持ちはわかるけど、だからって関係ない人をいじめたらいけないわ。何を話してるのかな。あのモンスター、姿が見えなくなったから不安になって暴れ出したようだな。それじゃあこの子は連れて帰るわよ。もうダメよ、そんなこと言われても困るわ。どうしましょう。グンネル君、ちょっと懲らしめてあげて。お、いいのか。うん、だってすごいわがまま言うんだもの。あとこの子運んでって。どこを抱きかかえる趣味はないのか。私だって嫌よ。うん、仕方ない。モンスターの相手は任せた。え、そんな。大声出さないで。考えてる時間はなさそうだね。だからでもよかったんですか。
あのモンスター、友達だったんじゃ。いいのよ。悪い子には後置きが必要だもの。人気があるのも考えものだな。笑い事じゃないわ。もうそれよりさ、軍ちゃん、この幽霊さんもう紹介を忘れていたな。長くなるし、続きはアトリエで話すとするか。先輩、それ自慢することじゃないですよ。うんちゃん、早く紹介してよ。おお、そうだったな。彼女はパメラ。大昔からこの学園に住んでいる幽霊だ。よろしくね。やっぱり本物の幽霊なんだ。入学してから半年経つのに。全然気づかなかった。パメラは学園の風物詩みたいなものだからな。1年生の入学から半年間はその存在を隠し続けるのが通例になった。そして夏休みの肝試しで存在を明らかにして驚かすというわけ。私は待ちきれなくて何人か驚かしちゃったけど。また迷惑な風物詩。ねえグンナル君、私にもこの子たち紹介してくださらない？そのピンク髪がフィロ、動物っぽいのがニケ、男がベイン。何です？パメラさん。パメラさんなんてよそよそしいわ。パメラって呼んで。面白そうな子ね。私気に入っちゃった。おほう、パメラの気に入る。大したものだな。この生徒だったのよ。それとも私が入るのは嫌？嫌とかそういうんじゃなくて、その学校が許してくれるかなって。大丈夫よ、ベルーハルト君とはお友達だもの。なんとかしてくれるわ。権力者のことだ。そうか、校長先生だ。昔は美少年だったのよ。すっかり地味なおじさんになっちゃったけど。しかし
用語やパメラを獲得できるとは。お手柄だ、ベイン。それじゃ、改めまして、これからよろしくね。こちらこそ、よろしくお願いします。肝試し騒動も無事に解決して、アトリエには新しい仲間が加わることになった。幽霊のパメラ。幽霊ってもっと怖いものなのかと思ってたけど、仲間が増えるのは心強いんだけど、なぜか不安の種が増えたような。おや、君は奇遇だね。まさかこんなところで会うなんて。偶然なわけないでしょ。わざわざ会いに来てあげたのよ。まったく、連絡の一つもよこさないんだから。出しても届かないよ。あそこの連中が勝手に開けて破り捨てるに決まってる。それもそうね。あら、この子はあなたの？ああ、旅の友さ。一人じゃ何かとね。変わったわね。君も一緒に行くかい？冗談、そこまで暇じゃないわよ。みんな久しぶり。さて、長い休み明けだけど、授業はいつも通り行うからね。はいはい、文句を言わない。さて、今回の課題だけど、あとは、そうだ、今学期はみんなお待ちかねの学園祭があるからね。早めに課題を済ませて、たっぷり楽しむように。学園祭ってどんなことするんですか？普通に出店があったり、展示があったり、それと毎回大きなイベントが行われるね。今年は確か2人1組で参加の舞踏大会だったかな。優勝者には賞品もあるし、興味がある人は参加してみるといいかもね。それじゃ、今日はここまで。ねえねえ、舞踏大会、みんなは出るの？私は、ちょっと…私も、なんか野蛮だし…うちは興味あるんだけどな。ねえベイン、一緒に出てみようよ。え、僕？残念だが、ベインは予約済みだ。予約済みってどういうこと？たった今申し込み書を出してきた。俺様とベインのコンビでな。え、そんな勝手な。ちぇ、しょうがない。今回は見学してるか。でも珍しいですね、グンナル先輩が学校行事に参加するなんて。ハハ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 
長らくかかったが、ついに目的のものを手に入れてな。見るがいい。待ってください、みんな助けて。頑張ってね。後で差し入れ持ってくね。さて、うるさいのも消えたし、課題でもやりますか。